私結構セイコレ打ってるんですけど初めて行きました。はい、はい、それでは後半戦スタートです。いいところからのスタートなんで頑張ります。世界制覇がね、2回もう約束されてるんで16セットは、まあ、で多分次もなんで、まあ、3個分ですね。ラッシュは気にしなくていいんですね、キャラとか。こんな安心して打てるセイコレは楽しいな。だからもうシナリオとか継続率とかを気にしなくていいんで、あとはゲーム数を乗せるだけ。すごいの見ちゃいました。制覇ラッシュに回るやつだと思います。ですけど、まあ青なんてね、揃わないですね。ホニャンドライブとかも出たらなかなか終わらないラッシュになるんじゃないでしょうか。残念ながら上乗せはなし。確定してるので、ここでは、ロブニャンドライブの抽選をしているはずです。でも追加か、やばいね。追加は効いてないんで、
か最高。まあ、まあ、そうですかね。なかなか引けない。なんか強チェリーでしか上乗せしない。最後にこれが出てくるんですね。シナリオ8の確定の設計になります。大勝利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 、あった、やったー
後の最後にして、2周目のラッシュ8セット目にして、ロボニアドライブですね、強制でゲットです。よかった、乗せるぞ、揃えるぞ。あまり気合い入れると揃わないからな。さあ、ロボニアドライブ7揃いで、継続勝利ストックですね。で次の、まあ、3周目のラッシュももちろん行くと思うんで、そっちの方に回ります。ないからな。嘘でしょ。いや、せめて2個は乗せたい。よし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 。よし。とね、とりあえず1個。頼むよ、ラスト。あー残念、1個でした。あ、でもいつも1個か2個かだって。ちょっと爪痕残した感じですね。クリアで、エンディングいきます。おなんか そうなんですね。また世界制覇
可能性あります。相変わらず乗せないですね。ここは継続確定です。何が出てくるか。あーに、日っぽい、日っぽい、めっちゃ日っぽい。いやー、なんだろうな、まあ、まだわかんないですけど、発見したわけじゃないですけど。ついにこの時が。あ、もしかして立ち止まるかもしれない。完全に男ですけどね。いや、スイカか、スイカ、スイカだ。でも今のスイカだったらスイカ仕事しないとか言ってごめんなさい。すごい嬉しい。ちょっと鳥肌立った。レインボー出たので、継続確定しておりますね。これですよね、これの楽しいところは。まあ、また敵男性キャラの、しかも青なので全然わかんない。まあ、ただ言えることは2か7か8なので、まあ、シナリオ2だったとしても3セット目は 80% 継続なので、ここはクリアしていきたいと思います。落としたら意味ないですからね。あれ、どうしようかな。怖っ、怖っ、どうしよう。あ、大丈夫、大丈夫よ。戦いやるよ。よし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 、大丈夫でしょう。よかった。はい、3セット目もクリア。緑とか赤とか出てくれたらもうそれだけでいいんですけど。青いよね、青です。あー、もうずっと敵男性キャラだもんな。さすがに7発はやっぱないのかな。あ、10パーを引けばいい。 あるよ、あるよ、女子だもん。おお、引くよね。あー、スイカかな。もうあんな取れないからな。赤字が全然来ない。うわ、そしてまた中引いてる。うわー、強制欲しい。強制で、あ、勝った、強制で。
たね。まあシナリオ2です。で、まあ、ジッパーで外れてたけど、この強調で、勝利に立ち代わりっていうことですね。次、5セット目、これは 80% 以上絶対にあります。上は R ということで。
リオが気になって気になってしょうがないです。何が来る、青い敵男性キャラ、シナリオ。もうかなり前から5世代がデフォになってますけど、あるよあるよ、聞いたかもしれないよ、しかた、うわあります、7パーぐらいあります。まあもしかしたらもともと勝ってるかもしれないし、いやーあるな、警察あるな、何しちゃう、あるな、あるよ、コレクション2を、打ち切りまして、最終的にもう結果からいっちゃいましょうか、投資が、1457枚の、回収2454枚ですので、3枚がプラス997枚です。いやよかったです。第1回目なのでね、絶対プラスにしたいなと思ってたので、でしかもですね、今日1台打ってた、その1000コレ2なんですが、最後の最後で、かなりコインを飲まれた、回だったんですけれども、995コレで、告知来ましたので、まあ、おそらく4、5、6残こうということでございます。
まあ鬼ヶ島チャレンジの入りもかなり良くって、まあ、ジャックチャンス名とかジャックチェリーからも、よく入ってたりとかしたので、まあ感触的にもかなり良かったかなと、あったんじゃないかなと、いい設定がと思います。まあ、ただねちょっと天馬フリーズが、まあ、もうちょっと伸びても良かったんじゃないかなと思うのですが、まあ今日はちょっと乗せが下手くそだったなと、いうことで、まあ、だけどフリーズに助けられました。はい、ということで、第1回目の、川原みのりの街道戦記、見事勝利ということで、収めることができましたので、また次回ですね、連勝を目指して頑張りたいと思います。それでは本日はこの辺で、さようなら。